Holy shit. That's a long ass dialogue. But I'm not complaining because one, well, me personally, I just like the, like, you know, like listening to the stories. And second, the writing is actually good. I'm not complaining at all. Translation is aside, you know, but the story is good. The storytelling is good. Kamisato-sama, こちらが完成したお着物です。もうすでに畳んで贈り物用の箱にしまっておきました。それと、神里様が特別に用意したあれも準備できてますよ。ありがとうございます。本当に可愛い服だったので、作っててとても楽しかったです。こちらこそありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。Thank you. 旅人さん、私から一つあなたへ贈りたいものがございます。おお、高級品みたいだぞ。髪飾りかな。白鷺を題材にして作ったかんざしです。髪飾りにもできますし、置物としても使えますよ。 Question is, can we actually use it?あなたをただ働きさせるわけにはいきません。これをどうぞ受け取ってください。大事にする。はい。そういえば綾香の称号って白鷺の姫君だよな。このプレゼント、お前と同じですっごく綺麗だな。パイモンさんは人を褒めるのがお上手ですね。それを見て私を思い出してくれるのでしたら、それだけで十分満足です。いいいい、きっと見るたび思い出すさ。よし、じゃあ準備もできたし出発だ。椿って人のところに行ってみようぜ。 All right. あ、椿、遠いね。あれれ、どこにあるの。ここじゃないんだから、まさかない。マジで。ここが鬼人の住む場所か。なんだか肌寒い感じがするぞ。本当にここに人が住んでるのか。氷幻想かな。私も少し意外に思っています。おかしいですね。手記によるとここで間違いないようですが、まさか。少々不安になってまいりました。しかしここまで来たのですから、やはり入って確かめた方がいいですよね。おお、そうだな。もしかしたらお宝があるかもしれないぞ。That Paimon is literally the best Paimon in the game. そうだ、手記には何て書いてあるんだ。そうですね、鶴は髪を飾るための花を運び、白ウサギは四つの月光を袴に縫い上げた。きちんと着飾り、私は東へ向かって椿の名を七回呼んだ。すると瞬く間に彼女の家に通ずる道に私は立っていた。147童話みたいなお話だな。お前のお母さんはそうやって椿の家に行ってたのか。なんだかある種の謎かけのような気がします。もう少し近づいてから判断しましょう。ああ、 OK。 Alright, so east is likeThat's north, not south. East is
there, so like east. Okay, so this is east. We're actually facing east. Is actually facing east. Well, a bit, I guess. That's not east, but I mean, hey. どうだ?仙人が残した財宝とかあったか? And these are like, and there's like one of those translations that are really like Inazuma Adeptus. これは?これは?本みたいだな。どうやらこれも手記のようです。もしかすると椿さんの手記でしょうか。皆さん一度外に出ましょう。ここの雰囲気は思っていたものとは少し違っていました。そうだな。暗い場所で文字を読むと目にも悪いからな。外に行こうぜ。いや、それどころじゃないんだけど。ここなら大丈夫でしょう。早く中に何が書いてあるのか見てみようぜ。はあ、貴重なお宝だったりして、うん、楽しみだ。どうした？いきなりそんな小声で話しかけるなんて、オイラを緊張させるなよ。アヤカが手記を見るのを邪魔したくなかったんだな。あの手記、本当に何かあるみたいだ。でもアヤカの表情を見るに、お宝じゃなさそう。一体何なんだろう。 Something that has to do with her mother, probably.旅人さん、パイモンさん、大変お待たせしました。全然待ってないぞ。読むのが早すぎる。はい、すべて読み終えました。この手記に書かれた真実はあなた方にも共有すべきものだと思います。内容は思っていたものとは全く違っていましたが。違う？狐紳士の手記じゃなかったのか？狐紳士ではございませんでした。椿さんの正体は私のお母様でございます。驚きますよね。私もです。しかしこの手記の最初にはこう書かれていました。椿は普段の私と同じでありながら異なる存在。私が椿である時だけ上里佳代ではなく、ただの平凡な女の子になれる。Interesting. 以下のすべては椿としての私の生活を記録しただけのもの。手記の中に書かれていたのはお母様が日常で経験した出来事や考えでした。私たちが椿だと思っていた女性もお母様の考えでしかなかったのです。それって服の裁断図も異国料理も。はい、すべて私のお母様が試したかったことのようです。あなた方にとっては不思議に思うかもしれません。
しかし私からすればお母様のこのような振る舞いはよく理解できます。それどころか実は私もそのような一面を持っているのです。ジジジジ手記を読んだ時、自分の考えが全て人に見透かされているのではないかと思うほど、そこには私と同じ気持ちが書いてあり、あっけに取られてしまいました。綾子、お母様がお父様に嫁いでからずっと上里家の守護として全ての事務を担当してきました。高貴な身分であるシャブ業では管理すべき点が多々あったのでしょう。それだけでなく、お母様の一言一行は上里家を代表していました。人々から常に注目を浴びせられていたと思います。そのような状況の中、自分のやりたいことをする時間もなかったはず。 OK, that's not frames. This is not frames. It's just like very stuttery. I don't know why. 両親が亡くなった後、お兄様と私は上里家のすべてを引き継ぎました。その中で遭遇した数々の困難は他の方には想像できないかもしれません。私が面倒ごとにあった時、いつもこう思うのです。お母様と離れ長い時間が経ったからかもしれません。私の記憶に残っているお母様は威厳ある高貴な一面だけです。 Why is the timing so good at this? What the hell?It's like it's actually the sunset and like we're looking out of the cave. しかし、これはいけないことなのです。この手記を読んだ時、気づきました。お母様も私と同じように、どれほど大きな責任を背負っていても、結局はただの人であると。綺麗なお着物を好み、各地の美食を食べ、見たこともない美しい風景を見る。それらに憧れていたのです。もしかすると、あなた方はそのようなことを稚拙に思うかもしれません。しかし、私は確かにそのような考えを持っています。上里綾香としてではなく、普通の女の子として生きるという思いを。お母様が書いていました。稲妻の民たちの間で行われるお祭りにずっと参加したかったと。天気のいい夜に家から遠くを眺めると、たまにお祭りの明かりが見えると。私も見たことがあります。夜空を照らす明かりがとても綺麗なんです。とても賑やかで、そこの治安を心配するほど。しかし私たちの立場では闇雲にお祭りに参加することはできません。特に両親がいた時代は、シャブ業と人々の関係はそれほど親しいものではありませんでした。私たちを止める人がいなくとも、突然シャブ業の人間が群衆の中に現れれば皆さんに注目されることでしょう。一体これから何が始まるのかと思うはずです。お母様は人々がそうしてかしこまるのを嫌っていました。皆さんにお祭りの楽しさと自由を味わってもらえることを望んでいたのです。人々、そうだったのか。じゃあ、あの祭壇図に書いてあった服って祭りに行くときに着る服だったってことか？はい。お祭りでは異国からの料理も売られることがあったので、それも味わってみたかったのでしょう。こういうことを言うのは少々ふさわしくないかもしれませんが、お母様も意外と乙女な一面を持っていたのですね。ことないぞ。お前のお母さんは可愛くて責任感のある人だとオイラは思う。
知らず知らずのうちに私がお母様の代わりに願いを叶えていたのですね。しかしお祭りに行くことだけは私もできません。どうやらお母様のためにそれを行う機会もないようです。はい、分かっています。ありがとうございます。この一件で私もいくつかのことに気づけました。 That you need to join my party? お母様と私、いろいろと通ずる点があるようです。お母様が直面したことは私も同じく向き合うべきこと。お母様は実現できない願いを椿に託した。私、決めました。 You're gonna be Tsubaki? はい、まさかお前も。いえ、私はこの方法を使うつもりはございません。ただ新しい目標ができました。悔いのない毎日を送りたいと思います。その旅人さん、私、落ち着いて気をしっかりと。 What is this face? 私たちのお祭りに興味はございますか？ Oh my god, it's this BGM again! It's this BGM again! 告知を見た時からずっと行きたかったんだ。あやかも興味あるんだろう？はい。笑わないでくださいね。私も昔同じような悩みを抱えていたんです。しかし今はもう吹っ切れました。私は自分の願いを叶えるために心に忠実に生きようと思います。あなたでしたらきっと私のわがままを責めることはないですよね。その私と一緒にお祭りに行ってくれませんか？You and me, so Paimon doesn't count, right? 行く行く！祭りってうまいもんがたくさんあるだろ？それと楽しい遊びもな！よかった。お二方、感謝します。今から行けばまだ間に合うかもしれません。え？そうだな。今日は最終日だったよな。Oh, that's why we can't skip this quest. Okay, that makes sense. 着いたぞ。でも思ったより賑やかじゃないみたいだ。どういうことだ？今日はお祭りの最終日。観光客もそろそろ帰っている頃合いなのでしょう。そうだな。最終日は人も少なくなると聞きましたので、事前に撤収作業を始める屋台もあるそうです。私、聞いてきます。どうしても一度は参加したいので。おう、その意気だ。オイラたちも付き合うぞ。Right, let's go in. Why are we just looking at her like that, man? People are getting less and less, and the festival is not yet over. Let's go ahead. Hey, Miro! There are a lot of masks on that shop. To participate in the festival, you have to wear masks. I've heard that, but...
今もそういった風習はあるのか？以前はそのような風習がありましたが、今ではお祭りを賑やかにするための流行り物となっています。絶対に被らないといけないわけではございません。よう、神里家のお嬢様じゃないですか。こんにちは。こんにちはじゃねえけど夜だ。みんな彩香のこと知ってるんだな。さすが稲妻の有名人。もちろんさ、シャブ業の神里家は稲妻でもすごく有名な一族だからな。特に神里家のご兄弟は家を継いだ後しょっちゅう外に顔を出してた。神里のお嬢様を見たことがない若いもんも多いが、俺みたいに年を食ったおっさんは結構目にしたことがあるんだぜ。そんな、私とお兄様はただ義務を果たしていただけです。神里家の人間が祭りに来てるとこなんて初めて見ましたよ。公務中ですかい？いいえ、こちらの旅人さんを案内してあげているのです。おお、旅人。そう言われると確かに知らない顔だな。若いの、初めて稲妻に来たのか？楽しんでいけよ。ああ、そうだ。おい、野郎ども、神里のお嬢様が祭りに来てるんだ。撤収作業を早まるなよ。お待ちを。その、あまり大げさには、私たちはただ感謝するぜ。旦那、声をかけてくれなかったらみんな撤収してたかもな。だってもうじき店じまいの時間だろ。確かにそうだが、俺たちも神里のお嬢様が祭りに来るのを初めて見たんだ。それだけでも屋台を続ける甲斐があるってもんよ。そうだ、この二つのお面をお前さんらにやろう。いえ、もうこんなにもお世話になったのです。これ以上は。いいんですよ、持って行ってください。俺たちみたいな一般人も普段からシャブ業の世話にはなってるんです。どうかお返しさせてください。それを受け取ってくれなかったらおじさん面目丸つぶれですぜ。しかし、もうわかりました。遠慮すんな、楽しければいいんだ。おじさん、おじさん、オイラの分は？お？お前さんか。この小ささのお面は悪いけどないな。オイラ一人だけお面なしで祭りに参加しなきゃいけないのか？パイモンさん、大丈夫です。お面は必須ではございませんよ。でもなんか仲間外れにされた感じがするぞ。なら葉っぱをかぶるのはどうだ？お前さんの顔なら十分だろう。いやだ。じゃあ仕方ないな。安心しろ、おじさんがすぐに小さいお面を作ってやるから。本当にありがとうございます。いいんですよ、神里のお嬢様、明かりがついてるうちに夜の祭りを楽しんでください。はい、では旅人さん、行きましょうか。あ、少々お待ちください。何？一つ説明しなければなりません。先ほどは緊張していて、その言い訳をしてしまいました。ここへ来たのはあなたの案内をするためだけではございません。私を信じてください。
今さら何よ。私はその心からあなたと一緒に来たかったのです。はい。Oh! Can we have this permanently? Wait. Oh, right. Paimon doesn't have a mask. Oh well. He's not looking at us. With you, huh? Oh, there's a Wave Rider here.旅人さん、見てください。おみくじの屋台がございます。あ、彩香様、珍しいですね。今日はお友達と。どうぞ寄っていってください。おみくじをやっていきませんか。はい。一回おいくらでしょうか。彩香様は知らないかもしれませんが、僕の叔父は以前シャブ業の世話になったことがあるんですよ。あの頃はあなたの父親がご存命で対応してもらったんです。ですのでお金なんて取りません。え、本当にいいのでしょうか。もちろん。よろしければ僕の屋台で楽しんでいってください。それにそちらのお二方もどうぞ。旅人さん、パイモンさん、どうしましょう。彩香はみんなに好かれてるな。それじゃ遠慮なく。I'm enjoying being a VIP by association. 旅人さんが言うのなら、私も遠慮なく。店主、おみくじをお願いします。はい、こちらになります。おみくじを引いてください。All right.中を開けて運勢を確かめてみてください。あ、どうだった。オイラは中吉だ。なかなか悪くないな。私も中吉でした。旅人さんは Great fortune from the world。 それはとても幸運でございます。おめでとうございます。大吉、地。地には財宝、天禄六字、すべてがうまくいくことを意味します。この先もきっと幸運が持ち続けることでしょう。いい兆しだな。おめでとうございます。皆さん運がいいですね。これほどの幸運ならこれから何をしようともきっとうまくいくでしょう。そうだな。これからもこの運が続いていくといいな。万事会長に皆さんが過ごせますように。ありがとう。こちらは食べ物の屋台ですね。稲妻を代表する美食がたくさんあります。何か食べたいものはありますでしょうか。私が買ってきます。どれも美味しそうだぞ。全部食べていいか。いや、すごくうまそうね。ゲームなのに。もちろんです。でも残しちゃうともったいないよな。一つ一つ順番に試していこうぜ。あやか、あそこの団子が欲しい。はい。あれも美味しそうだな。それとあそこの卵焼きも。食べてみたいな。では、私
はこのひよう餅にします。はいよ、すぐ用意します。ひよう餅おいしい。Not gonna lie, I actually miss like going to like these types of like events or like festivals. Fucking Corona, man. そうだろう？うちの屋台の人気名物なんだ。店主、オイラにも一つくれ。ぶしつけなことを聞きますが、これは何でできているのでしょうか？作りたいんですか？いいですよ。ちょっと待っててください。作り方を書きますんで。新しいレシピだ。 There's no way we just got a new recipe. え？教えていただけるのですか？商売をする上でそういったものは秘密なのでは？皆さん、君並料亭の店主に異国の料理を教えましたよね。俺と彼女は古い友人なんです。普段から料理の腕を競い合ってまして。だから俺からもお礼をさせてください。どうぞ遠慮せずに。ありがとうございます。帰ったら必ずこの美味しいお菓子の作り方を勉強します。そちらのお客さんも一つ持ってけよ。美味しいぞ。ご自身の手で美味しいものを作る感覚、ぜひ試してみてください。そうだな。はい、このお菓子の作り方を学んだ後、旅人さんとパイモンさんに試食してもらってもいいでしょうか？いいぜいいぜ、約束だ。はい、頑張ります。終わりが近いのにこんなに面白いなんて、オイラお祭り大好きだ。はい、私もそう思います。今日ここであなた方と一緒にお祭りに参加できて本当に良かったです。ここは絵馬を売っている屋台ですね。稲妻の人々は絵馬という五角形の木板に自身の願いを書き、それが叶うことを祈るのです。リーヨへの回答と似たようなもんか。これも願いを叶えるためのものなんだな。そこの人たち、エマはどうだ？祭りの最後に君たちの願いが叶うよう祈ってみないか？面白そうだ。試してみようぜ。でも字を書いたり絵を書いたりするのか。オイラは遠慮しとくよ。お腹いっぱいで頭がぼーっとしてるから、今は頭が働きそうにないし。店主、エマを2つお願いします。はい、エマ2つです。どうぞ。旅人さんはどのような願いを書くか決めましたか？私も決めました。お二人さん、願い事を文字や絵にして絵馬に書いてください。完成したらそこの絵馬掛け人前に展示するのか。よし、だったらオイラもやるぞ。オイラの腕前を見せてやる。これでよし。あなたの絵馬を見てもいいでしょうか？これはあなたと妹さんですか？ Oh my god. This is like being reunited, and then this one just seeing Inazuma being just, you know, not so strict. And just, oh my god, man. 素敵ですね。きっと見つかるさ。自信を持て。はい、パイモンさんの言う通り、その願いはきっと叶うでしょう。私もあなたのために祈っています。彩子が書いたのって天守閣か？はい、
私の願いは稲妻の皆さんが平和に幸せに生きること、そして家族や友人が健康でいることです。この願いが叶うことを祈って。はい、ありがとうございます。あ、もうこんな時間ですね。え、もう行っちゃうのか。はい、お祭りもそろそろ終わりですので、楽しければ楽しいほど時が過ぎるのは早いものです。流れる水と舞い散る桜のように。戻りましょう。ああ、Thank you and AutoTP。 旅人さん、私お祭りに来てこのように遊べる日が来るとは思いもしませんでした。 Oh, where is this? Where is this? What? Okay? これまでの付き合いから私の性格はもうご存知ですよね。私のような性格ではあなたがいなければこの日をこれほど楽しくは過ごせなかったでしょう。ありがとうございました。今日は私にとってとても大事な日になりました。永遠に心に刻んでおきます。お祭りっていいですね。規則もなく、一人一人心の底から笑顔を浮かべられ、自由で楽しい。機会があればまた行ってみたいものです。本当ですか？それは良かったです。そういえば私って旅人さんと少し似ていますね。私にはお兄様が、あなたには妹さんがいるのですから。あなたの妹さんを早く見つけたいという気持ち、よくわかります。大丈夫？はい、わかります。家族との縁にし、誰にも断ち切ることのできない絆です。あなたならきっと妹さんを探し出せるでしょう。決して諦めないでください。大丈夫か、やか。その、友人として私があなたを見守り支えます。 I wanted more. Not gonna lie. はい、そう言っていただけて安心しました。Inazuma, man. Oh no, wait, a CG! あの旅人さん、もう一つ行いたいことが、お時間を少々いただけませんでしょうか。どうか見ていてください。
Oh my... どうでしたか？私の舞、うまくできていたでしょうか？すっごく綺麗だったぞ。綺麗で優雅で、おいらよくわからないけど、きっとこれが芸術ってやつなんだな。ありがとうございます。私こういう舞には慣れていなかったのですが、恥をさらさずに済んでよかったです。ただの気まぐれでこんなわがままを。そういえば今日は本当にわがままばかりの一日ですね。私もそう思っています。あなたと一緒にいると時間が過ぎるのがとても早く、それでいてとても緩慢です。 MiHoYo is insane, bro. The writing, the atmosphere, the music. Holy shit. では本日はここまでにしましょう。後の道は自分一人で大丈夫です。おやすみなさい、旅人さん。Where even is this though? Like...すごく綺麗だよ。少し目が痛いんだけどね。Is that it? It is! Complete! Can I finally go somewhere now? Thank you. Where is this? Oh, it's here! It's the final teleport that I haven't opened yet, and we got teleported here.Oh my god, thank you so much! Ayaka, thank you so much! Holy shit, okay! Alright, well, seeing as we got tons of Primal Gems already, I'm gonna try and like. Oh, wait. Hey, including this one. Ooh, complete the three small wishes. Rescue Masakatsu successfully. Complete the Immovable God and the Eternal Euthemia.Is that how you pronounce it? I don't know. I think I butchered that. That's it. 324. Not bad. Right. How many do I have? 391. Not bad at all. Not bad at all. Right. Well, let's find a spot. I want to find a spot. This place looks beautiful, by the way. Whoever designed this spot right here.